目の前の海藻ふわーっと流されています。なんだか優雅に見える。いいえとんでもない。これは水中には強い流れが発生している証拠です。今日も台風16号さん、強いうねりが届いている東海岸です。テーマは体育会シュノーケルツアーです。午前のツアーにご参加は小学3年生と4年生、お父さんとお母さん4名様で楽しんできました。海に入れば強い流れです。ほら見てください、皆さんの足の動き、バタ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 、強いフィンキックを常にしていますね。シュノーケリング経験は数回ありの猛者の皆さんです。ぐいぐい泳いで楽しんでいただきました。もちろんそんなコンディションではありますが、変わらないもの、それはサンゴとお魚さんはいつも通りです。水底にいっぱい浜熊の実さん、その様子を楽しんでいる皆さんです。そして途中、お兄ちゃん素潜りする仕草を何回も見せていたので、フリータイムに突入すれば即席素潜り講習。軽く説明すれば、お兄ちゃん頑張って水底に向かってドボン潜っていましたね。そして慎重派のお姉ちゃん、潜ろうか潜らないかすごく悩んでいたのですが、意を決してお父さんと一緒にドボン潜ってみます。お、なかなかの潜りっぷりでしたね。さあ、そんな中でも一番活発に潜っていたのはお父さん。パワフルな体力でしたね。お母さんもマイペースに泳ぎ回って石垣島の海を楽しんでいただきました。そして午後からはさらにちびっこのご参加です。5歳のお姉ちゃんとお父さんとお母さん3名様で楽しんできました。初めてのシュノーケリングのお姉ちゃんにはとっても厳しいコンディションでした。マスクはやはり難しいということで浮き輪と箱眼鏡です。でも浮き輪と箱眼鏡の方が波が来た時顔が濡れてしまうんですね。でもそんなことは関係なかったですね。波がバチャーンと来て頭から波をかぶってもにっこり笑顔です。海に笑い声が響いていました。そしてお父さんとお母さんもパワフルフィンキックでしたね。ぐいぐい泳ぎ回って楽しんでいらっしゃいました。この波の中でもこれだけ楽しめるというのは相当タフな証拠です。サンゴとお魚さんを楽しんでいただいてツアーは終了となりました。今日は手強いコンディションとなりましたが、マスクデビューは延期。ただお姉ちゃん、ぜひぜひ次回はトライしてみてくださいね。もっと海が楽しくなります。体育会シュノーケルツアーとなりましたが、笑顔いっぱいツアーでした。よかったよかったです。また来てくださいね。お待ちしております。